俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあガチャが、まあ前回回したんですけれど、もう一つですね、まあ変わっているガチャっていうのがあるんですよ。今回はそれを回していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、早速ね、こちらの、まあ、高級の方、まあ、ダイヤガチャの方がリニューアルされているという風になっているわけですね。まあ、前の動画でも僕言ったんですが、PC 版アップデートの動画で、この、まあ、海の踊りっていう妖体が入っているのを、プラスですね、まあ、その、天井ってのが実装されてますね。3000回回したらですね、天井達成して、その3000回達成いたしましたら、まあ、コロナ禍の車両のどれかがランダムで一つゲットできるという風になってますね。で、まあ、栄光の方にも一応こうやって実装されてはいるんですけれど、まあ、今回は高級の方ですね、まあ、余ってますんで回してみようかなというふうに思います。その他の内容はね変わってないんですよね。別になんか命名変更カードの確率が変わっているとか、他のそのオレンジ枠が増えているとか、まあそういうことはなくて、まあ矢応えが入っただけみたいな感じのガチャというふうに、まあ、今回はなっているような形ですね。はい、まあ、なんか勲章のかけらでも入れてくれるとすごい嬉しいんですけれどね。入ってくれればな、栄光勲章とかトレーニング勲章とかのかけらを入れてくれませんかね。はい、かけらが入れば回す価値があるんで、もうかけら入ったらねぶっちゃけねリニューアルしなくていいんですよ。ポン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 、それ狙いで回しますんで。入れてくれないっすか入れませんかね。うん、入れてほしいなというふうに思うんですけれど、まあ、早速ですね、ダイヤガチャの方回してみようかなというふうに思います。まずじゃあ無料分から軽く回しますね。まあなんか今回が 0.06 パート新しい妖体ですねなっておりますので、なかなかそんなポン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 当たるわけではないと思うんですけれど、はい、おーチケットもらいましたね。オレンジチケット。最近なんかオレンジチケットも使い道が減りましたし、なんか需要も減ったなっていう風になんか見て思いますよね。うん、とかこんな感じの演出がいつの間に追加されたんか、うん、全然気づかんかったわ。オレンジチケットね、やっぱりね、緑マントを作れなくなったことによって、すごいその需要が激減したっていうですね。はい、もう別になんか緑マントみたいな仕様のものがないんだったら、別にいいよな、みたいな。ほら、またオレンジチケット作れるけれど、これ結局作ったところで、あ、これ作れてないわ。オレンジチケット作ったところでさ、使い道はマジでね、ないんだよね。昔と違ってなんか、拡張があるとか、なんかそういうわけではなくて、だいぶなんか、ね、インフレしてきたなっていう。チケットの使い道もね、なんか用意してくれると嬉しいっすよね。おぉ、早いな、ヤオタイ出るの。これチケット多分1枚目でしょう、これで。うん。俺持ってなかったヤオタイ。いや、俺持ってたはずだよ、このキャラクター。あ、多分これあれか、表示されてないだけなんですか。うん。結構なんかそんな感じですよね。はい、車両のオレンジチケットもマジで使い道なくて、前までバイクの拡張で使おうかなっていう風に思ったんですけれど、この間ワンパンマンのガチャの方でバイク僕金額当てちゃいましたからね、いらないっていうマジでもう俺オレンジチケットの使い道ないんだよね。新しいなんかオレンジチケットの車両とか V をその実装してもらわないと僕しばらくないっていう。マジでしばらくその使い道オレンジチケットないからね。この服のオレンジチケットもそうですし、車両のオレンジチケットの方に関しましても、マジで使い道がね。でもなんか、オレンジ枠出やすいね、だいぶ。なんか出やすい？チケット量産しまくれる感じですか？オレンジ衣服チケットめちゃくちゃ増やせますよね、このタイミングで。うん。まあ、今増やしたところで、まあ、正直なんか、そんな、これ確率あったんかな？どうなんだろう？後で見よう。英雄サイリンのね。もう懐かしい、ほんとマジで。英雄サイリンとかさ、こういうコード始まった当初は、コードマジでね、なんか、重課金税の証みたいな感じで、なんかみんな憧れたもんすけどね。はい。まあなんかサンタ服とかが出る前かな。うん。そんな感じだったんですけれど。懐かしいな。今となっちゃうもうこうやって、ゴミとなり下がってしまったっていうですね。コートつけてる子なんてね、もう見ないよ。全然。います？ここなんか2年ぐらいで見たことないんじゃないかな。まあそんな戦闘してないけど。ほら、またチケット。これ衣服のオレンジチケット増えても使う道ないんだよね。うん。あれば嬉しいんだけど、ないんすよ。各種チケットなんか、使い道用意してほしいですね。消費物になんか、使えるように。うん。例えばその、衣服のレベル1やったらそのトランシーバーに変えれるから、まあ、そこそこなんか便利じゃないですか。で、まあその、他のチケットでもそういうね、消費物に変換できるみたいな、そういうなんかね、仕様があれば嬉しいですよね。そしたらなんかその、なんて言うんだろう。まあ、例えばその衣服チケットって、まあ服に交換できますってなっても、上限があるじゃないですか。服全部交換しきったら、もう使い道ないっしょ。じゃなくてなんかその、服じゃなくて、なんか全然違うものに使えますみたいな。ね、消費物に。だったら、まあその、もう無限ですからね。有限ではなく無限なんで。そういうなんか、あれが欲しいっすよね。まあ花とかではなくて、なんか、勲章のかけらとか。勲章のかけらとかだと嬉しい。え、面々変更カードってあれなん？確定演出あるんだ。知らんかった。知らんかった。そんなあるん？確かに欲しい人多いからな。うん。俺はなんかそんな名前変えないんで、別に欲しいってのはないですけれど。名前ポン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 変えるの好きな人たちって結構なんか一定数おるじゃないですか。そういう人はなんか好きっすよね。みんななんかずっとなんか常に命名変更カードを欲しいっていう風になんか言い寄るイメージがありますね。100枚と足りないんじゃないかな。
わからんけれど、うん。まあでもなんか、妖怪は出たけど、あっこからなんか特に色々出るっていうのが、確率収束したから、やっぱりね、回し続けたら、どんなに運がいい人でも、確率は収束するんですよ。もうなんか、衣服のチケット増えるね、マジで。100枚ぐらいになるんじゃない結局。衣服のオレンジチケット。塩変わりました。またほら、ね、衣服のオレンジチケットね、大量産パーティーになってる。これね、バーゲンセールじゃん。うん。まあまあまあ、オレンジチケット以上が、まあ増える分には損はないからですね。うん。ただ使い道がマジでもうないっていう衣服のオレンジチケット。例えばなんかコラボレーションが来ても、昔みたいになんかその交換できますみたいな。チケットで交換できますってもうないからね。うん。そういうなんか仕様がね、あれば結構嬉しいんですけれど、ねえから。うん。ねえんだよ。うん、そういうの。ねえんだよ。うん。だからまあ、なんか別に、あれがあるっていうわけではなくて、なんかなっていうふうに、まあ思う時はありますね。はい。なんかチケットとか、まあ例えばそういう交換物、交換用アイテムって、なんか貯めるなんか楽しみっていうのが他のゲームではあるんですけれど、荒野行動とかもそういうのはめっきり減って、お金だけですよみたいな、金券イズゴッドみたいな、大正義課金みたいな感じになっちゃってますからね。その後の楽しみ方っていうのが提示されてないっていう、うん、そのね、後の楽しみ方があるからこそ、課金している人も無課金の人も楽しめるんですけれど、まあそういうのが、もうないっすよね、こういう行動。なんか、深みがないってのはそういうことなんですよね。うん。すぐやってても、まあ、コラボとか大きいイベントが来ても、すぐ飽きちゃうみたいな。まあ、来た時、最初は嬉しかったけれど、その後続かんなって時あるじゃないですか。まあ、そういうのは結局、そういうね、なんて言うんだろう、エンドコンテンツみたいなところが長続きしないようにできちゃってるからっていうのが、まあ、あるんですよね。僕、このゲームのことガンシューティングゲームと思ってないんで、なんか、FGO とか、まあ、原神みたいなキャラゲーと思ってますから、はい。マクラーレンを育てて楽しむゲームみたいな。そんな感じで思ってますよ。はい。いや、でもなんか、やっぱ 0.06% はなかなか出ないか。ね、0.1% ですら、やっぱり普通にガチャ回しても結構苦しむ部分はあったりするんで、0.06 だからな。うん。そんな簡単にチケットは作らせないよと。そして新しい青い業態も出させないよというね、運営側のこのね、強い熱意というのがですね、まあ、感じられるような、まあ、結果がずっと続いてるわけですね。これじゃあずっと喋り続けるんだけどの？マジで。苦痛になってきたわ。うん。苦痛になってきた。回しながらこうやってね、喋り続けるの。苦痛なんだけど今。もうないよ、喋ること。マジで。もうない。うん。もうないから。オレンジチケットに対してのもうなんか愚痴しか出ない。交換物を用意しろっていうね。そういうなんかその、先に続くもの、課金した後だったりとか、無課金プレイヤーが何かを集めた後にすることがないよって話をしたらもうないよ。消費物に交換しろっていう。オレンジチケットも栄光勲章のかけらに交換させてください。シャス。おなシャス。ね、チケットの使い道もないんで、まあ、実装する気ないのかもしれないですけどね。チケット使い道増やしてじゃあ、利益増えますかみたいな感じなんですかね。かもしれないです。いや、だからもう、なんかもうね、これ嫌なんだけど、これなんか20万かな ?200 万ぐらい僕ダイヤだったんですけど、200万ダイヤ一気に消費して、もう一気に結果出て終わるみたいな、そんなないですかね。こうやってまあ10連ずつになっちゃってますからね。10連ずつじゃなくてなんかね、1000連ぐらいなんか、ね、100連とか1000連ぐらいなんか一気にバラーってなんかできる感じのなんかシステムがあると嬉しいんですけどね。まあそれはそれでダメか。うん。わびさびがないから、時間使わせれないからダメですから、ね。いやー、なんで今のダイヤばっかりじゃん、今の。びっくりしたわ。いやー、なんか全然、全然じゃない。0.06 やったらそんなもんか。ね、そのポン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 、オレンジチケットが作れてしまったらですね、無課金プレイヤーすぐハンターライトゲットして、そこそこで遊べて妥協しちゃいますから、妥協はさせないっていう、そういうなんか心意気なんでしょうな。あ、でもマジでオレンジ枠、ディンクなってきた。こういうの見るとなんか最初の方で金枠とか出るけれど、回しすぎると出なくなってくるみたいな、よくあるじゃないですか。どんなガチャでも、ガチャ動画でもあるじゃないですか。そういうのが、まあ改めてこういう場所で、実証されているというか、なんか証明されてますよね。後になればなるほど、いい結果ってのは出づらくなってくるっていうのが、コアコードのガチャの、もうもしかしたら特徴なのかもしれないですね。最初の方に集中して、まあ、後になればなるほど、絞った方が、まあ、ドツボにハマって課金してくれるから、OK だろうっていうね。そういうなんか、打算があるのかもしれないです。うん。いや、そろそろ出なんかな、これ、マジで。いや、もういい、もう豚いらないよ、ブーちゃん。ブーちゃんいらない。うん。ブーちゃんなんかね、結構リサマラしている人は、あれなんですよね。あー、そっちじゃないんだよなー。まあ、俺に違えたらなってくれるからね、嬉しいんだけど、結構リサマラしてる人は、ブーちゃん、トラウマなんですよね。半年ぐらい前かな。半年もいかんかな、ぐらい前に。リサマラしてたら、オレンジ枠のブーちゃんしかいらないっていう配布物がありまして。まあ、それ以来もリサマラといえば、まあね、あれなんですよね。キャンパラぐらい。キャンディーパラシュートぐらいブーちゃん嫌いっていう、トラウマになってる人多いですもんね。ああ、もう違うんだよな。確率同じなんだよ。青出て。な。青い妖体。青い妖体、この後さ、俺見てないんですけど、実は俺のチケットで交換できましたとかやったら俺もう泣くよ。でも一覧表示されてなかったからな。青い妖体。出ないじゃん、全然、マジ。ガチ出ないね。うん。ガチ出ないんだけど。
ね、オレンジの、ね、なんか、決戦アキナさんで歌うしか出ないんだけど、もう一個の青が出てほしい。確率同じじゃないっけ。確率同じやん。ね、0.06。なんでそっちなんだ。ね、3回。1個ぐらい。ね、1個ぐらいいいだろう。青矢渡りで。一個ぐらいさ、あ、なんか、苦痛になってきた。ガチ苦痛になってきた、今。もうここで、まあ、わかるもんね。ね、もうなんか、期待したものはないっていう。わかっちゃうから。先にこれさ、オレンジの部分をめくった後、すべてめくるのボタンを押した方がいいから。どうなんだろうね。一回ちょっとそれ試してみようか。ね、どういう風になっていくのか。そこもなんかね、検証しとこう。あ、もうこうやって、検証したいなと思ったら、オレンジ役がこうやってね、演出して出なくなるんですよね。ほら、出ない。ね、演出、そうやってね、検証したいよって言ったらもう検証もさせないというね、荒野行動運営の鉄の意志、鋼の意志を感じますよ。うん。ほら、もう全然だらんもん。全然だよね。全然だよ。これしかもさ、回すたびに6000ダイヤ使って回すじゃないですか。うち4000ダイヤぐらいさ、まあいろいろなんか、なんやかんや被ってさ、キャッシュバックされてるってのがまたおもろいよね。こうやってね、ほら、半分ぐらい返ってきてるの。半分行くか行かんかぐらい。これで先に、こうやった方が、早いから、あんま変わらんか。あんま変わらん。いや、若干早いが。若干オレンジ枠が出たら先に選択してからこうした方が早いね。はい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 。あ、こっちの方が早いわ。気がついてしまった。確定演出なんもいらんからね、別に。おで出ましたー。やっと出た。あーよかった。ガチ苦痛だったもん、今。何ダイヤぐらい使った、結局。お？俺10万ダイヤしか使ってないじゃん、俺。え、なんで待って、しかもここ溜まってないじゃん。え、俺5回しか溜まって、え、5回しか溜まってないよ。あ、え、ん？ん？ん？あ、え、ん？使っちゃったってこと？俺ここもう、ここの枠。使って何回もゲットしよったってこと？その可能性あるね。え、でも俺10万ダイヤしか使ってないよ。え？え？ダイヤこれさ、今190万ダイヤあるんですけど、いつ俺は消費しきるの？いつ？ね、消費しきるときはなかなか来ないね、この感覚やったら。ねえ、マジか。もう俺付け増えたから、いいでしょう。おー、まあ。これは確証とかないよね、こいつ。確証とかあったら嬉しいんだけど、逆に。ないよね、さすがに。ないか。いや、俺もうオレンジチケット使い道ガチないからな。うん。なんか、ねえ、別に拡張してまで欲しい。なんか、例えばバイクがあるとかないんで。だって、金のバイク持っとったら、拡張いらないでしょう。うん、もうチケットいっか。4枚増えたから。4枚 ?3 枚か。まあ、いいでしょう。射撃場で見よう。やばい。まあ、でもそれで、ねえ、性能が別に変わるっていうわけではないと思うんで。これでね、例えばさ、この青い矢渡り、性能も違いますみたいな。160キロぐらい出ますとかだったらね、まだなんか変わってくると思うんですけど、どんな感じ？矢渡りどこだっけ？あ、だったか。お、こんな感じなんだ。クラクションどんな感じ？決戦、アキナさんかな？お！あーんって感じ。おー。いいね。かわいいかわいい。お、いいじゃないですか。これ頭痛の人がね、パーティーメンバーにいたら、クラクションを連打してあげることによって、メンタルブレイクさせますからね。おすすめです。性能どんな感じだろう。なんかさ、あれなんか、オレンジもう一個あったでしょ、トナカイみたいなやつ。あっちなんかしゃかりづらいよね、ヤゴタイにしては。あー。どんな感じやろ、これ。今、別にそんな変わらんとは思うけどね。ね。逆に変わったら、ダメっすもん。なんか坂道行こうかな、どっか。曲がったらあれだ。ね、横側の坂道行ってから、しゃかりづらさを見よっかな。まあ、あんま変わらんかな。あんま変わらんわ。特になんか、気持ち安定してるかなーとも思いつつ、うん、まあまあ、そんな、めちゃくちゃ変わっているっていうわけではないかな。気持ちはしゃかりづらいかな、若干。うん、まあ、そんな感じの矢渡りですね。まあ、クラクションが結構なんか特徴的なんで、まあ、それでなんか連打してから頭痛の人を無事切れさせるっていうね、そういう使い方を皆さんされてみてはいかがでしょうか。あとこれさ、この間自分 PC 版でやったんですけど、狙撃をさ、心に変換できたじゃん。あれ修正されたんかな、ちょっと試してみましょうか。とりあえず狙撃を持ってから、弾いくつか持って、PR の拡張をね、つけましょう。つけてから、一回これリロードして、まあ、20発の状態ですね。で、カバンの中には今、何もね、入ってないです。この状態でまあ M4 とかつけましょうかね、上に。上につけて、ほら、上につけて、これ30発になる。あ、40発になってますね。あ、じゃあこれやっぱりさ、これあれだね。こっから SVD にもう一回切り替えて、弾増やせるな、これな。弾増やせるこの仕様は変わってねえくせ。これでまた狙撃に切り替えたら20発分浮いてますから、狙撃の弾をボールに変換できる方法はまだ使えるんだな。これ結構なんかダメじゃない？ねえ。ダメだよな。うん。